ぜお前がこんなことを。答えろスクワード。スクワードはかつて仲間をゴールドロジャーによって全滅させられた。海軍大将赤犬はその深い恨みを巧みに利用した。エースがロジャーの隠し子であるという真実を話し、白ひげはエースを助ける代わりに白ひげ海賊団の命を海軍に売り渡したと欺いた。バカな息子を、それでも愛そう。おめえがロジャーをどれほど恨んでいるか、そりゃ痛いほど知ってら。なあスクワード、親の罪を子に晴らすなんて滑稽だ。エースがおめえに何をした？エースが誰の子だろうが関係ねえ。この広い海で俺たちは出会ったんだ。お前たち二人だけじゃねえ、全員俺の息子なんだ。なあスクワード、仲良くやんな。決してエースだけが特別じゃねえ。みんな俺の家族だぜ。これより麦わらのルフィを全力で援護しろ。